ただきます。でかちゃんだよ。内岡です。福井です。でか小屋ちゃんグルメ2回目。お腹空いたからこう。高円寺の何口？北口。北口で、これ何商人？順序？中通り。で、もう到着。USCITA ウシータ。でか小屋ちゃん。到着。やっぱり着いたらこちらのせんべろセット。せんべろってね、1000円のベロベロっていう意味なんですけども、ちょっとご時世で1500円になっちゃいましたけど、でもそれでも安いですからね。ドリンク2杯、おつまみ3品、またはドリンク3杯、おつまみ2品でもいけるって。どっちもいい。どっちもいいです。つまみ多めにしようか。まずせんべろセット3つで、生ビール2つ、カフェハイボール、リコッタチーズ、スペックと生ハムなんですけど、こちら生ハムを燻製したものになります。あ、燻製。あ、じゃあそれスペック。はい、かしこまりました。お願いします。はい、乾杯しますか。ね、ありがとうございます。はい、乾杯。美味しい。もう見る限り美味しいもんね。ちょっと気になってたこれ、プリッツ。プリッツじゃない、パスタも。じゃがりこ。あれ、今なんかパスタ。お待たせいたしました。はい、いいです。お先のお肉から。あ、へえ、本当だ。ちょっとまだ5個しか来てないのに、すごいね。パーティー感がすごい、うん、どうしよう、うん、何からいくの。ウサギ気になりません？これがウサギさん。ウサギさん、食べ。これつけて、どんな味するの。パンパンね。ウサギさん、うまうまです。うん、うまツナみたいになります。結構ずっと食べてる。食べれる。ね、結構好き。うん、ほんとトーストに全部塗りたいぐらい。うん、美味しそう、確かに。ラグリアイ。店員さんおすすめ、ラグリアイ。え、これ、これ食べたいよ。これ食べたいですね。最初はグー、じゃんけん、ぽい。あいこ。主役が食べれない。いただいちゃいます。あ、温かいパン、温かいね。サクサクだね、これ。え、何色。あ、優しい。優しい。いただきます。うまいわ。ちょっとピリッとする卵。美味しい。ハム食べます。ハム、モルタデッラ。モルタデッラ。あー、いい。おー、美味しい。こっちが、これが店員さんのおすすめのスペック。スペックで同じだ。燻製の匂い。あ、キンボ。いっちゃった、美味しい。もったいない。もったいない。おいしい。あ、うまい。生ハムすぐなくなっちゃう。一瞬なんだよ。うん、塊で。生ハム。ずしっとしいね。おいしそう、これも。アンチョビ。溶けてってよね。ポロッとしてて。あ、アンチョビ。アンチョビだ。すごい。ボールで食べたい。もうしばらくいいやつ。結構しょっぱいから。うん。ネバパテ。パンは違う？パンはレーズン入ってる。レーズン？あ、本当だ。これってこと？でめちゃくちゃ甘みに合う。ネバ。ありがとう。いいですか？ありがとうございます。デッカ様。
嬉しそう。転がしてますね。これ枝豆さんだよ。これ枝豆か。枝豆さんだよ。どう食べるの？どう食べるの？ね、もう埋まってらっしゃる。おいしい。チロットでもふわふわさない。おいしい。豆。豆。いや、俺もおいしい。これおいしい。豆好き。あ、ありたさん。香りがついてきた。あ、おいしい。あ、麺の歯ごたえがすごいおいしい。なんかすごい。うん、結構透明な感じで。あ、ちょっとピリ辛。辛いね、ちょっと辛い。辛い、辛い、うん、辛い。あ、そっか。結構辛い。お酒何飲む？レモンテッド。せっかくなの、単品もね、うん。ライスコロッケ。あ、ライスコロッケ。あ、美味しそう、それ。レモン、レモン。チェッド。入れてる？おいしい。夏って感じ。夏。あ、夏来た。もう来ちゃった。夏来ちゃった。あ、あ、ライスコロッケ。あ、かわいい。美味しいですよね。ねえ。なんでなの、炭なのに。ビヤって入ったやつ。めっちゃ入ったやつ。入ったやつ。入ったやつ。吐く前のやつを回収してる。あ、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 こう。歯見せて。歯見して。うまいわ。なんかリゾートだから熱いんだね。ね、食べやすい大きさだし。全部うまい。そう、全部うまいのよ。全部うまい。聞いたことねえなっていうのを頼んでも多分うまい。牛すじのパスタカレーみたいですね。カレーじゃない、牛すじカレー。カレ ー, カレーって言ってたじゃん。あなたが頼んだんだろ。カレーみたいじゃないよ。カレーって言ってたんだよ。ライトめっちゃいい、これ全然辛くないし。さあ、そうガトショコラ、カタナーナ、美味しそう。あ、四角カビンだ。冷たくて美味しい。うまい、うまい、めっちゃ濃厚です。美味しい。何だろう、ほうじ茶だ。あ、ほうじ茶の味。そのままのことしっかり。メインが美味しいし、このデザートも美味しいし。美味しい。紹介したくないな。じゃあやめましょう。やめましょうか。でももうしなくても混んでる店だから、なかなかですけど、高円寺に来たらぜひね、来て、もうせんべろセットから楽しんでください。はい、以上、デカツヤグルメでした。はい、バイバイ。いやでもそれ美味しそうだね。一口食べます。結構です。でかこやちゃん食べた。何で質問です。あんこうのチョビで、あんこうだったりして、こんな日本語つけるの。いきなりもうそっち行きなり。落ちたの見なくていいから。